第1回カプリティオ大喜利早押し選手権。エディです。ルカです。輝いた。以上です。最強クイズ集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。いないしね。いない。急に動機取ったじゃん。始まってから動機取るって初めて。あんまり見てる人動機取ることもしてないから。そう、ね。2回目あるんでね。はい。何ですか？はい。いよいよ大喜利チャンネルじゃないですか、うち。いや言われてはいるけど、ね、違いますよね、はいはい、そう、あんまりそういうこと言われると本当ハードルがリアルに上がる確かにね、萎縮しちゃうよ、まあ、クイズと大喜利って似てるんですよ、まあ問題があってそれに答えるという点ではまあ共通しますね、そういうこと、両方好きな男が言うんだから、そうなんです、しかし大喜利には早押しという文化がないんですよ。おお、確かに。クイズ王力で大喜利のお題を途中で止めても残りを保管した上にお題に合った答えまで言えちゃうんじゃないかなと思って。おー、なるほど。たださ、こう早く押したところで面白い答えがひらめくかは見せる。大喜利そこが大事だね。つまんなかったら罰とかされたら俺たち無理だよ。なんか想定してる答えとかは特にないので、お題に合ってるかどうかのみで判定させていただきますので、もちろん、ね、こんな無茶な企画だと思うので、後藤はね、何回でもしていいの、音金なしで。はいはい、はい、はい。むしろもう果敢に行った方がいいくらいの感じなんだ。そうだよ。そうだよすごいタメ口聞かれたんだけど。普段からタメ口なんだけど、司会の感じだったのに。めっちゃタメ口だなと。じゃあ早速、おいて。いくよ、はい、よいしょ。問題。人類史上初めて、月。おぉ。人類史上初めて月に開催されたオリンピック、どんな種目があった？無重力幅跳び。やだー、だって大喜利として面白くないちょっと、そんなものを求められます？自分で作ったお題に瞬時に面白いこと言うのすげえ難しいんだよ、ね、めちゃくちゃむずい、めちゃくちゃ真面目なことしか言わないよ俺は。絶対ボケないよ俺は。とかすげえがつきついいや、でも、むしい、これ、マジあれ、そのね、大喜利がむしい、これ、ちょっと頑張るわ。もうちょっと頑張るし、はい。月って無重力じゃないからね、ちなみに。まあ、わかるわ。ちなみに。ある、あるわ。雰囲気だけ言っちゃった。雰囲気だけ言っちゃった。あ、ゴルフ。やったアラン・シェパード。アラン・シェパードね。解説されてんだもん、そう。やったムーン・ムーン・サルト。まあ、そういうこと、ね。あー、それいいね。まあ、俺もムーン・サルト絡みかなと思った。はい。じゃあ、次問題いきます。はい。問題。富士山に、富士山にオウム鳴く鳴かない。ちょっと無理だなこれは。攻めた大喜利の回でしか出てこない。ムッムッ。いや、一巡目の回答じゃないだろ。はい。はい、じゃあ違います。富士山にですよ皆さん。はい。問題。富士山に登。富士山に登るときに気をつける百箇条、百個目は、カイロはどこ？ちょっと待ってよ、無理だってこれ、マジでよかったよ、無理だよこれ、本当に。これどうで合ってんじゃない？ちょっと判定迷ったということもちょっとヒントにしといてください。問題、富士山に登る人に。富士山で、おい、まあまあ、そうまあまあ、明日前よ、聞いた。富士山に登る人に突然声をかけるおじさん。まるまる。セリフ、セリフね。思いついてから押せ！さあ、もう、無理だよ、それはでも。結構無理だぞ、これ。富士山に登る人に、よっ。富士山に登る人によく起こるアクシデント、243位は。
あー、もう、わかりすぎてこれだから、もう、あもう5秒とかに出すのはきついよ。あ、でも俺もう分かった。あ、ほんと？富士山に登る人に余計なアドバイスをしてください。回路は5個。おぉそうか、前半が合ってなかったのか、さっきは。問題文は、富士山に登る人に余計なアドバイスをしてくださいでした。おぉ要は余計なの余だったんだ。そうで。回路くらい持ってるわって言われる。本当を優先した結果こうなった。問題。アマゾン川で。アマゾン川でアマゾン .com の商品を頼んだ時に起こりがちなこと。配達してきた人がカープの相沢。あのキャッチャーの？あ、そうです。相沢捕手？相沢捕手。おー。ありがちにしたのか。ちょ考える時間をみんなこれ。あ、すげえ助かるよ。問題。アマゾン川で。いや、食うじゃないんだチャンスあってさアマゾン川でピラルクを大量買いしたやつがいる。どんなやつ？ブランカ大喜利のこと知ってます？大喜利知ってますブランカ買ったんかなと思ったの。問題。アマゾン川で起こる。アマゾン川で起こる急激な水の逆流に出くわしました。どうしましょう？帰ろっか。やっぱり帰ろっかってやつ。答えないのよ。答えないのよ。問題。アマゾン川で起こる。アマゾン川で起こる急激な木山優作ブーム。彼がヒットさせた曲のサビは帰ろうかホーム歌ってたってお好きやったら帰ろうかがこれ合ってると思ったんだよ急激な木山優作ブームじゃん。違います。問題。アマゾンカーで起こるコロ。アマゾンカーで起こるコロシャツ大量盗難事件その犯人は。結構でも読まれちゃったぞ。はい。このまで。このまで。はい。読まれたってことはもう文章がどんどん減っていくっていう。そうなんですよ。はい。はい。アマゾン川で起こるポロ。アマゾン川で起こるポロロッカーを。唯一無力化できる人間がいる誰？木山優作。ブームだもんな、今な。アマゾン川で一番流行ってんだから、木山優作。全然違います。アマゾン川で起こるポロロッカに。考えてダメ、ダメ、ダメ。ダメ、もうさ。ダメです。アマゾン川で起こるアマゾン川で起こるポロロッカについて教えてください。お尻洗浄のマックスの1個手前くらい。まあいいでしょう。おーなるほどね。そういうことかな。アマゾン川で起こるポロロッカに関する嘘知識を教えてください。まあ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 、まあ、そう答えとしてあってはいいな、はい、嘘だしね。はい、答えとしてあっているので、まあ、正解としました。はい、はい、まあね、問題も運営はほぼほぼあってたから、はい、ということで正解してあります。問題。 14%、 これ何の数字？古川さんの今の回答です。はい、じゃあおー、そうなんだ。はい、まあ、14%、 これって何の数字？おお、これで大喜利をやっていたアドバンテージが出たかもしれない。確かに、こういうのがあるっていう。そうそう、そういう興奮がね、ある。あとすごい雑にいじられたけど、そんなにガリガリじゃねえわ。正しいツッコミとしてまだあるよ。お題を言って答えるまでもよどみなかったので、まあ正解とし、あ、正解でしょ、これは。よどみがあったんだ。あったんだ。あった、あったけど。まあまあまあ、いいでしょ。あれをよどみとされると、ちょっと困るよ、これとしても。いきます。問題。バカハイ。
我輩の辞書に不可能の文字はない。ではどんな文字がある？アナヤ。もっとあったな。わざわざそれチョイスしたの。まあおもろいけどすいません。あ、好きだった。まあ、AT のね、とんでも回答が出た後ですけど、まあ、やりづらいんだよ、みんな。はい、行きます。我が輩の、お我が輩の辞書に、まあ、不可能の文字はないみたいなことを言ってください。モテない男子は、絆創膏を持ってる女の子をすぐ好きになる。で、迷うけど、まあ、いかがでしょう。まあ、文章で答えてほしかったんですよ。はいはい、あのその題あるもん。はい、あと我が輩の辞書に不可能の文字はない以外にナポレオンにはもう一つ隠れた名言があるみたいな。おー、なるほどね。名言っぽかったからね。そうそうそう。戦場の傷でね、パーソンポ始まって、マリー・ルイーズとかね、そうしたそうそう。リアルな。いきます。本題。目覚まし。目覚ましテレビの新しいテーマソング、タイトルは目覚ましダメです。問題。目覚まし、目覚ましテレビの占いの12位の人が言われたとんでもないこととは。お前は明日からポンプ座です。性格変わっちゃってるから十二星座じゃない星座になっちゃうポンプ座。マイナーな星座だよ、ポンプ座は。問題。目覚ましドッキリをかけようとして部屋に入ったら、ターゲットが普通に。目覚ましドッキリをかけようとして部屋に入ったら、ターゲットが普通に起きていた。この後、どうする？一緒に朝シャンしちゃう。熱だ。はい、目覚ましドッキリをかけようとして部屋に入ったらターゲットが普通に起きてました。どうしましょう。あ、ね、まあ、朝シャンしましょうということでしたね。井村さんの答えが出た。朝シャンしちゃった。容易に想像できます。問題以上です。難しかった。問題以上ですっていうかね、あのたくさん用意してたんですけど、はい、押しすぎて第2巻をやる分ぐらいは残っているんだが、だが、まあ、時間で終わり。はい、結果は、AT1 点、西野さん2点、古川さん3点で優勝だ。どうすか。不安になってきた、この企画。どうすか、面白いか、面白くないかで。はい、面白い。あ、よかったです。あ、よかったです。印象に残ったのとかあります？頭をね、めちゃくちゃ使うんだよ、これ。そうだよ、ね。まあ、そうで、頭を使うことによって、過去の回答とかも全部忘れてるよ。何言ったかとかも覚えてられない。確かに。余韻に浸る暇がなかったね。チョコ食べましょう。チョコ、一回チョコ食べよう。チョコ食べる休憩入れて、次の撮影に行きたいと思います。以上、本日のカップティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ。